セルティック岩田智樹さん、とんでもない体になった模様わらわら。セルティックへ完全移籍の智樹新シーズンに向けて、もっと自分のレベルを上げなきゃいけない。楽しみな部分もあるし、いい準備をしていきたい。ごつくなってね。体ごつくなったな。体やべえ。なんちゅう筋肉や。智樹ちゃんの肉体が激ヤバ戦車だ戦車。さらに進化した岩田智樹。サッカー選手の体じゃないやろ。またごつくなったな、ラグビー選手みたいや。いやごっつわら復帰やんわら。復帰化してきてるよわら三頭筋すげえな。いつか、トラオレ超えそうだなわらわら。ムキムキを通り越して動きづらそうわらと思ってしまったぜ。成長した姿を見れることをめちゃ楽しみにしてるよ。トモキの凱旋帰国、マリサポさんと共に、みんなで待ってるよ。守備的ミッドフィールダーの時はいい活躍してた。センターバックの位置だとそれほど効果的ではなかったからコンバートしないかな。プレシーズン後の岩田の活躍が楽しみ。彼に期待している。ここに近づいてる。